大田垣連月明治8年12月10日は、江戸時代後期の二層、家人、陶芸家。俗名は誠、菩薩に、陰徳にとも称した。京都の生まれ。実父は伊賀国上野の城代家老、東道長清。生後10日にして、京都千代に陰門後に禁止する、大田垣光いにへの養女となった。養父の光いにしは、稲葉国出身で、 誠を引き取った当時は、地音院禁止といえども、不安定な立場にあったが、同年8月には、地音院の譜代に任じられ、門石の傍観として世襲が許される身分となった。大高氏は、室町時代に、稲葉、田島で栄えた山梨の重臣の子孫である。聖母は誠を出産して、後に丹波亀山藩の藩士の妻となった。 この聖母の結婚が縁で、完成10年頃より丹波亀山城にて、御殿奉公を務め、10年ほど亀山で暮らした。養父の光井西しには5人の実子がいたが、そのうち4人は、誠が幼女になる前に亡くなり、唯一成人まで成長した抜子の千之助も誠が亀山に奉公していた時期に病没した。そのため光いにしは、田島国紀の先の昭夜銀絵門の四 男天造を養子に迎え、モチイ西へと名乗らせた。誠は亀山での奉公を終えた文化4年頃に持井西へと結婚した。誠と持チイ西への間には、長男哲太郎、長女、次女が生まれたが、いずれも幼くして亡くなった。さらに、文化12年には、夫のモチイ西へも亡くなり、誠は25歳にして家父となった。 持ち西いの死から4年後の文政2年、誠は新たに、大田垣家の養子となった、古越と再婚する。古越は、救命主義次郎といい、彦根藩の石川工場の次男であった。誠と古越の間にはカズメが生まれたが、文政6年には、古越と死別した。古越の死後、誠は仏門に入ることを決め、養父光井西へと共に剃発した。剃髪後は、 誠は連月、光い西へは、西心と号した。京都、第五次門前の家グ跡京都市下京区にある、大田垣連月か非連月が出家した年に、大田垣家は再び、彦根藩より、小厚氏という養子を迎え、千温院の譜代を継承させた。その頃、西心は、千温院内のサネカズランの森役を命じられ、連月親子と共に伊予に移った。 しかしこの生活は長くは続かず、2年後には、古越との間の女児が亡くなり、その年後には、養父に仕心までが亡くなった。養父の死を機に、蓮月は生まれ育った、千温院を去って、岡崎村に移った。その後の蓮月は、住居を転々とし、矢越蓮月と呼ばれるほどの引っ越し好きとして知られた。六人武世公、上田明成、香川歌劇に学び、小沢アンにも私宿した。 歌遊に、村上忠政、立花の明美、野村望東に、高畑式部、上田千佳子、桜木太夫などがいる。歌集に、連月高畑式部次女和歌集、快任の仮も、富岡鉄斎大田垣連月に、和歌と小息が収められている。岡崎に移った後、連月は陶芸により、成形を立てた。自作の焼き物に、自営の和歌を釘彫りで施した作品は、 連月焼きと呼ばれ、軽土産として人気を博すほど評判であった。後に岩作が出回るほどであったという。出家後の連月は、若き日の富岡鉄斎を児童として暮らし、鉄斎の人格形成に大きな影響を与えた。京都でたびたび起こった飢饉の時には、資材を投げ売って寄付し、また慈悲で、鴨川に丸田町橋も架けるなど、事前活動に阻止んだ。 住居としていた西鴨村人工院の茶所で、明治8年12月10日、85歳で没死したが、別れを惜しんだ西鴨村の住人が、総出でとぶらいをしたという、ありがとうございます。